峠とは山頂よりはるかに10カ国を見渡せるところよりその名前がつきました。10カ国とは昔の呼び名で伊豆、駿河、曹洞海、甲斐、武蔵、信濃、上総、下総、阿波、相模の10カ国のことで、お客様にご案内いたします。本日山頂駅建物内におきまして天国カフェがオープンしております。地元神田み神田牛乳を使用したお飲み物やソフトクリーム、また静岡県産抹茶を使用した限定のスイーツなどを販売しておりますので、どうぞこの機会にご賞味ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく十国峠頂上に到着でございます。